XLR10 を搭載するバイキングロケット XLR10 アメリカ海軍分類 XLR10 はリアクションモーターズで開発されたエチルアルコールと液体酸素をガス発生機サイクルで燃焼するポンプ供給式液体燃料ロケットエンジンである当時アメリカで開発中の最も先進的で大きい液体燃料ロケットだったバイキングと 初期型のバンガードの一段目の動力に使用された。第二次世界大戦後、アメリカはヘルメス計画の一環として露角したドイツの V-2 号ロケットを実験した。これらの実験をもとにアメリカは1946年にネプチューンと呼ばれる独自の大型液体燃料ロケットの設計の開発を決定したがバイキングに変更した。これはアメリカが V-2 号を使い尽くした後、 ヘルメス計画を継続するために独立したロケットの能力を獲得することと科学研究のためにより適したロケットに切り替えるという両方の目的だった。海軍は大気の調査と艦隊に影響を及ぼす悪天候の予測のために実用的なロケットを必要としていた。海軍研究所では先進的な観測ロケットを製造するためにアメリカロケット協会の会員たちを先導した。 ヴァンガードロケットが最初のアメリカの人工衛星の打ち上げに選択された時にはマーティン社が主契約者として契約を締結して必要な水準の推力を与えるためには XLR10 では推力が不十分であると判断されヘルメス計画を元にしたゼネラルエレクトリックの提案の方がリアクションモーターズの次の計画よりもふさわしく リスクが少ない選択であると考えられ、1955年10月1日に55から 3516CP を受注したマーティンは、ゼネラルエレクトリックと、水力構造体、ジンバルリング、エンジン部品、エンジン指導器具を含む、自己完結型の XLR50 エンジンの契約を交わした。推進剤はで、ターボポンプによって駆動される単発の大型エンジンに供給される。 2万 l b f の水力を生み出すリアクションモーターズ製の XLR10 エンジンは当時アメリカで開発された最大の液体燃料ロケットエンジンだった。エンジンは V2 号の経験をもとにして開発されたので同様に加酸化水素の分解によって生成された水蒸気で燃料と液体酸素をエンジンに供給するターボポンプを駆動して燃焼室は再生冷却だった。 国園製の変流翼を使用した V2 号とは異なり、エンジンは水力変更のためにジンバル式に掃除された。ありがとうございます。